めっちゃいいやん。いや待って待って待って、違う違う違う。ということで今回もやっていきたいと思います。さてことで、なんか新しい制服が増えたらしいけん見とこう。やっぱ増えたっていうなら新しいやつ着たいもんね。これやっけ、私のロッカー、ロッカーで着替えようかな。お仕事コーデを変える。なんか選択肢増えた。この中の全部お仕事着ってこと。なんかなるほど、これ匠ライフの半袖シャツ。まあ、常夏っぽい感じやけんね。うんうん。匠ライフの、あーいいね、爽やか。下はどれを合わせればいいの。どれでもいいんか。マジここの全部仕事着。ふざけた感じのが結構あるけど大丈夫っすか。スラックスぐらいが一番楽かな。スラックス、どうしよう。こんなとこで悩むやつ。全部可愛いんよ、だって。ね。うん。じゃ、これにします。着替えてなくね？着替えてなくね？さっき着替えんかった？あ、そっかそっか。お仕事コーデを変える。これで次から仕事をしますってやったらあの格好になるってこと？なるほどね。掃除しよる場所が変わった。お疲れ、アイナちゃん。何かあれば言ってちょうだいね。お仕事します。オッケー。それじゃあ制服に着替えてね。変わってる変わってる。やっぱズボン違う気がするな。次はいつもとちょっと違う仕事をお願いしたいと思ってるの。マジで？実はね、ついさっき学校を作る許可がおりました。ああ、ついに。やったね。ありがとう。思ったよりすぐに許可が下りてよかったわ。たくみライフが手掛ける記念すべき最初の施設になるわね。てなわけであなたにはその学校づくりに力を貸してほしいの。早速現場に向かいましょう。すぐ横よね。なんかやっぱズボン違うね。赤とかの方が良かったかな。はい、到着。と言ってもお隣だけどね。さてと、まずは外観を決めましょうか。後で変えることもできるから、ひとまず直感で決めちゃって大丈夫よ。でもやっぱすごく、どうしよう。学校ね、学校。でもこの中やったらさ、やっぱ普通に、普通にというか、赤かな。壁。水色はちょっとおかしいよね。どれがいい？ベージュ、グレー、白、茶色、茶色。茶色かな？待って、屋根。やっぱ、壁を一番最初にせんとよくわからんよね。赤か。ドア。ここ色だけなんよね。形はなくて。ベージュかな？ベル。ベルの色まで？いや、ベルはめちゃくちゃ普通にゴールドでいいよね。ゴールドで。この外観で OK？ OK です。とっても素敵ね。それじゃあ中に入りましょう。狭くね？学校？学校よね。さあ、内装のコーディネートに取り掛かりましょうか。まずはきちんと設備を整えないとね。やっぱり机や椅子などの備品は最低限揃えておかなくちゃ。どんな備品をいくつ置く必要があるかは、右の、十字右の中のオーダーにまとめてあるから、後でチェックしてちょうだい。それにしてもこの部屋の大きさ、たくさん備品を置くにはちょっと手狭かしら。ちょっとどころじゃないよね。こんな時に役立つテクニックがあるの。あなたならきっと使いこなせるはずよ。部屋が狭かったり逆に広すぎたりしてコーディネートしづらい時は、お、下で模様替えモードにした後、左から部屋の大きさを調節できるわ。よかったら試してみて。ゲーセンの時にそれを知りたかった。じゃあ作業が終わったら私に声をかけてちょうだい。あやなちゃん、ファイト。
学校を作ろう。施設の家具。施設には決まった種類の家具を指定された数以上飾ります。オーダーではどんな種類の家具が何個ずつ必要かを確認したり、種類から家具を選んだりできます。もう、施設は最初からポンポンポンって段ボールを置いてくれてるわけじゃないってことか。うん、オッケー。とりあえず今、教卓1個出とる。机。あ、種類は問わんってこと？机2つ。でもまあ、あれよね。これよね。学校の机。んで？椅子。椅子4つ？机が2つやのに？置ける場所がない。あと3つ。ってことは、必然的に、机はあと2つ欲しいよね。が、その辺は工夫しておいてください。学校の机を2つ。んで、大きさ、お部屋の設定、お部屋のサイズや窓の有無、エントランスの見た目を変更できます。エントランスの見た目なんだそれ。どう？うわ、狭い狭い。あ、でも、教室、これぐらいかな？え、これはどういう、ああ、そういうやつね。いや、別にこっちでいいんじゃないかな、横向きとして。で、窓エントランス。窓ありやろ。学校よ。で、これはエントランス。これね。なんか変わった？あ、変わりよるね。で、そこはまあ廊下ってことやん。私の中では廊下なんやけど、ここが教室ってことは。もういきなりここから入ってきたけどさ。でもどれぐらいの感じ？廊下って。こんな感じ？私的にはタイルじゃなくてさ、もうちょい。でも木製の学校をイメージしてないんよね。いや、まあ初期のでいっか。はい。で、窓があるってことはカーテンとかも欲しいよね。とりあえず、じゃあこれで。あれ？ちょっと待って。あ、なるほどね。家具を置くような感じにできんやんって思いよった、今。壁紙を変えていこう。あ、そっか、オーダーの中にあるか。壁紙。この辺か。稽古部屋。何？稽古部屋って。あー、なるほどね。柔道とかそういう感じかな。桜のウッドウォール。いや、ちげえな。ミックスウッド。いや、全く違うな。おげちゃんのヘリンボーン。うーわ、閉塞感がすごい。待って。パンチングボード絶対違うやん。確実に違うよね。ペイントウッド。うわ。あれやん。あの、部活の、ロッカールーム作れるよ、これ。部活したことないけど。なんかあんな感じじゃない？ドラマとかで見える限りそんな気がするんやけど。廊下。うわー、すごい。漫画ライブラリー。レンガの庭。あー、いいね。黒い窓辺。うわ、おしゃれ。そっか、こういうのでやる場合は窓いらんねん。オフィス。サーバールーム。うわ、かっけえ。いやー、でも、稽古部屋が一番、それっぽい感じかな？稽古と、待って、その前に床か。床。こんな感じかな。でも今のままでもいい気がするけど。コルクフローリング、桜のウッドフローリング、ナチュラルなフローリング、あー、こんな感じ？ミックスウッド、体育館、線入ってる。ダークなヘリンボーン。違う。あ、でもこれはこれで、なんか、ああいう感じの部屋もあるよね、学校で。地下室。
ナチュラルフローリングぐらいでいいんじゃないかな。いやーでもどうかな。ナチュラルフローリングか、ま、このナチュラルなフローリング、どっちかな。いやーでもこっちかな。うん、じゃあこれで、あと蛍光灯を差つけたいね。2個ぐらいでいっか。これぐらいのサイズやったら。蛍光灯、前後ぐらいでいいやろ。待って。この辺に1個あって、んで、この辺に1個ある。ぐらいでいいんじゃない？んで、あとは、これが教卓？こっちを前ってするね、私。これで、でも少ないよね。生徒。めちゃくちゃ少ないよね。もうちょい折った方がいいかな。今私めちゃくちゃ小学校ぐらいの設定で机を置きおるけど。そっか、小学校設定じゃなくしたら、別に結構普通に置けるんかな。あ、待って、回してしまった。あ、回しすぎた。あ、じゃあこれで、これぐらいの間隔にしたらいいか。ね。これやったら、まあそれでも、だいぶ少人数クラスやけど。まあそこはね。よいしょ。こんな感じで。ってことは、椅子があと2ついるんか。あれ。向こう側に行ってしまった。黒板がいるね、黒板が。よいしょ。はい、これで。あ、いい感じ、いい感じ。後ろロッカーも置きたいな。よし。んで、あ、この辺やね。黒板の右、左。で、このプラスのね、動かせる黒板も。待って、教卓邪魔。これ黒板右左。あ。はい、こんな感じで。で、教台この辺やろ？教卓ここで。んで、動かせる黒板も別で置いとったりとかするとこはあるよね。私んとこはそうやったよ。あ、斜めに置きたいんやけど。斜めに置きたいけどできんか、それはさすがに。じゃあ邪魔かな。抜けとこ。テレビとか置いとこっか。テレビとかあるか。あ、待って。ロッカーを後ろに置こう。ロッカーと、あ、これ、掃除用具入れとしてね。まずは、ロッカーを置いて、で、これ掃除用具入れを置いて、よいしょ、こんな感じ。んで、あとは、小学校の時とかやったら、え、小学校じゃないか、あれ。幼稚園か。オルガンとか置いとったの。これ何？シンプルなローパネル。こう。スクリーン。あ、最近はもうなんか黒板じゃなくって、みたいなのも聞いたことあるな。ホワイトボード。蓄音機。とりあえずテレビとテレビを置く台が欲しいかな。あ、まあ、そっか。教室って言っても、理科室とかそういう教室にする手もあるんやね。あ。ウォールクロック。欲しいね、それは。あ、で、壁とかに世界地図とか貼っとく？表彰状、掲示板後ろにいるね。んで、あとは、とりあえず、それで、はい。時計。世界地図どこに貼ろう？こっち側とかか？で、なんか後ろに、掲示板どこ行った？あ、そこに。
はい、この掲示板をロッカーの上あたりよね。なんか上すぎる気がす、え、それは下すぎるか、やっぱこの辺か。はい、これで、あとはなんだ、学級文庫とか小学校とかやったらあるよね。中学校はさすがになかったんかな。あと、スイッチ。いや、こういうスイッチじゃないんよな。野球セット。あ、野球セットとか上置いとく。あ、消火器。消火器って教室内にあったっけ？廊下にあったかな。ハムスター置いとこう。小学校とかやったらさ、なんか、後ろで飼いよったやつとかあったよね。めっちゃ机の上に置かれとる。はい、これで、あ、勉強セット置いとくか。みんなそれぞれね。お勉強セット、1、2、3、4、5、6。もう最初からうまいこと載せといてくれんかな。これは、あれか、変えれんやつなんやね。間違えた。これはもうなんか自社の色とかさ、種類みたいなの変えさせてくれたらいいのに。結構ね、紙の辞書をペラペラめくるのが好きやったんよね。知らん言葉とか、いろいろ出てくるけん。よし。これで、あとは、あ、そうよ。んで、テレビを置く台。え、どんな感じ？うん、台って言ってもなんかラックみたいな感じやったんよね、私置いとったの。で、まあ、そういうので、上にね、ちゃんと置けそうなのがないけん。まあ、普通のでいっか。普通のちっちゃめのやつ。じゃあ、この辺、この辺の木製ミニテーブルぐらいでいっか。よし。これでちょっと色を変えたら、間違えた、消した。めっちゃ消した。これで、色をちょっと暗い感じの、ブラックかな。テーブルクロスいらんやろ。よし。で、ここにテレビを置きましょう。って言ってもちっちゃいテレビしか無理やけん。まあ、ビデオ付きテレビとかで。今そんなもん見かけんけど、全然。そんな感じ？んで、いや、前にさ、なんか、この辺とかにさ、あれよね、この辺の壁に、次の時間割みたいなの書いとったよね。でもそういうのはないんよね、ここに。時間割用の黒板。ちょっと細めのやつ。ないな。あ、これなんか、待って。ポスターとかなんかいろいろ変えれる感じ？あ、太平洋か大西洋かってこと。なるほどね、そういうことね。え、じゃあ英語学習ポスターのやつは？これは？アルファベット、クック、元素記号、製図。製図とかにしとく。こういう感じで。この部屋にも貼っとこっか。こっち元素記号にしとこっかな。そんなもん、教室に貼ってなかったけど。まあ、なんとなくね。元素記号。よし。後ろに習字とか貼りたいけど、そういうのはないんか。で、まあ、この辺見てないってことはないんやろうね。なんかさ、黒板の上あたりに、なんか校訓みたいなのなかった？そういうのないんかな？これ変えるので。フレームが変えれるだけか。なるほどね。あ、これ外国やん。まあ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 、こんな感じか。こんな感じでどうでしょう。できました。終わる。はい。進み具合はどうかしら。終わりました。
それじゃあ次はここで働いてもらう方を決めましょうか。へえ、何それ、そんなことできるん、マジで楽しそう。後で別の方と交代することもできるから、ひとまずあやなちゃんの直感で決めてくれたらいいから。へえ、すごーい。え、面白いね。施設で働く人を決める。これまでのお客様の中から施設で働く人を選びます。え、これまでのお客様の中から。へえ、オッケーオッケー。へへ、レフィン。似合わね。ちょっと待って、これどうやって変えるん。あ、A でメンバー変更。なるほどね。あ、でも先生っぽいのってどう、ベンは。なんか、理科とか教えてそうかな。サブリナとかもなんかちょっと。待って、それ、サブリナ君メガネいらないんじゃないか。着替える。サブリナって女の子やろ？なんかちょっとさ、厳しそうな、あ、はい、すいません。厳しそうな、ちょっと釣り目な感じのね。生徒指導系とかの先生でいけるんやない？でもどんな感じ？食器付きはいいシャツ。それはちょっとおっさんっぽいか。もっとなんか女教師っぽい感じの服装はないんすか？なんか違うな。スーツみたいなのないんかな、スーツみたいな。ブレザーはちょっと違うやん。ね、学生服やし、これ。やっぱ男の人とかの方がそれっぽい感じに見えるか。ちょ、待って。じゃあ、ベン君にします。この子やったらこのまんまでいけそうな感じ。はい。でもなんか生徒にちょっとバカにされてそうな感じの。OK! じゃあ先生をお呼びしてくるわね。と、その前に、この学校に名前を付けない？後で決めることもできるけど、もし考えがあるなら教えてちょうだい。あ、じゃあ、どんな名前かしら？あゆなスクールってことで。何を学ぶんかは知らんけど。スクール。オッケー。あゆなスクールね、いい名前じゃない。これで決定していいかしら。オッケー。オッケー、これで名前も決定。いいね、いいね。あとのみんなは生徒なのね。なるほど。まだ人数足りてないよ、二人ほど。うわー、なんかすごいいいな、めっちゃいいやん。よきよき、すごくよき。やっぱり先生っぽいよ、ベン君ね。うわー、いいわ。え、何ここ女子校、女の子しかおらんくね。ちゃんと働く人選べれるのいいね。先生をお連れしたわよ。せっかくだし生徒さんたちにもお声掛けしといたから。それと、よければ施工事例として写真を撮っておいてね。最後は外で記念撮影をするから、もし着替えるならそれも済ませてから私に声をかけてちょうだい。なるほど。どうすかこの学校ね、話してくれないのみんな。あ、授業中だから集中してるの。あ、笑顔を向けてくれたわ、ありがとう。でもちゃんと通れるね、すごい。うん、あれ、ちゃんと写真撮れとるね。ゆきゆき、いいよ、これで。はい。どうしたの？記念撮影しましょう。じゃあ、外に行きましょうか。人数が増えてきたら生徒も変えれるんかな？そこはランダムかな？それでは、ただいまより、あやなスクールの記念撮影をします。パチ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 。ありがとうございます。アイナスクールができたことによってこの地域の魅力が一つ増えました。この先もどんな風になっていくのかどうぞご期待ください。ではこのアイナスクールのコーディネート担当者からも一言。おめでたいです。ありがとうございます。では最後に皆さんで記念撮影をしましょう。よし、撮影。あ、これ、いや、いっか。
発射。いい感じに撮れたと思うんだけど。アイラちゃん、この写真どうかしら。いや、ちょっと待って。撮り直そう、撮り直そう。うん、めっちゃいいやん。いや、待って、違う。あの瞬間撮ればいいよ、撮り直し。はい。待ってね。はい。ああ、いい、そうそう。めっちゃ高くジャンプしたね。すごいね、ジャンプ力。いい感じに撮れたと思うんだけど。さあ、この写真はどうかしら。バッチリです。そうよね。バッチリだと思うわ。これにて今回の記念撮影は終了です。皆さん気をつけてお帰りください。あれ、めっちゃすごくない？ニコくん。はあ、いい仕事ができたわね。オイラも中を見せてもらったけどさ、あんな学校で勉強できるんだったら苦手な科目も得意になっちゃいそうだよ。ナッティさんも完成度の高さにびっくりしてたよね。びっくりとかするんや、ナッティさん。そうね、アイヌちゃんのおかげでびっくりするくらい立派な学校になったわ。これからあの学校をたくさんの方が利用してくれると思うとなんだか気分がいいわね。そういえばアイナ、たくみさんから聞いたんだけど、部屋の大きさ調節できるようになったって。うんうん、そうなんや。これからは広い部屋も作れるのか。あ、そうだ。ん？どうしたの、ニコちゃん。オイラ、いいこと思いついたかも。へへ、でも今はまだ秘密。なんだよ、言えよ。気になる。そのうち教えてよね。さて、アイナちゃん。今回は大仕事だったし、それに見合うお給料を払わなきゃね。お、1万超えか？さ、おー、2万5000ポキを受け取って。マジか、2万超えやった。あざす。次の施設を作るときも、ぜひあなたの力を貸してちょうだい。次は何なんやろ、施設。あと数件別荘を作った頃には、きっとまた許可が下りると思うから、引き続きよろしくね。あ、ちなみに、もし学校をリフォームしたくなった時は、私に声をかけてね。じゃ、初めての施設作り、お疲れ様。さて、今日はもうおしまいにする？それとももう少し働いてく？終わります。わかったわ。ゆっくり休んでね。めっちゃ気になるな。次の施設なんなんやろう。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。でも許可が下りてると思うからっていうことは、もう申請はしよるわけやろ。何の施設かぐらい教えてくれてよくないっすかね。作るのが私なら。